コレコテルスターのシリーズは、コレコが1976年から1978年まで製造、発売、販売した第一世代の家庭用ゲーム機である。1976年にジェネラルインストゥルメントの i-3 から8500チップを搭載した、ポンのクローンをベースにしたコレコテルスターのゲーム機を皮切りに、コレコテルスターシリーズは14機種が発売された。 初代モデルのコレコテルスターは約100万台が販売された。大型商品のラインナップとポンキのフェードアウトが目前に迫り、コレコは1980年に倒産寸前に直面することになった。ザ・ネクスト・ジェネレーション1996歴史コン A2Z コレコ。ネクスト・ジェネレーション31ハーマン、レナード、フェニックス、ザ・ゴール ライズオブビデオゲームス、ユニオン、NJ、ローレンタプレス、P20、ISBN0 から964万3848から2から5、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、books, ID イコールデュイタカッチ2012年2月16日、閲覧。ライクポン、テルスタークットオンリー、プレイビデオテニスバットイットリーテイルドアットアン。 イニックスペンジブ50ドルザットメイドイットアトラクティブ、スモーストファミリーズザットワオン、エーバジェット、コレコマネージドツーセルオーバー、エーミリオンユニッツザットイヤー、コレコインダストリーズ、コリーコビジアンヒストリー。www.colecovision.dk.2.019 年11月5日閲覧。アーカイブドコピー。 2009年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年9月30日閲覧。ABCDEF カプラン D2 エドザビデオゲームズ。ビデオ11730衣春0147から 8907ABCDEF カプラン D2 エドビデオゲームズ。ビデオ2 3342イシュン0147から8907株式会社インプレス世界の遊びを変えた国産ゲーム機進化の歴史ファミコンから初代プレステまで PC ウォッチ2020年4月20日閲覧ありがとうございます